でしたか。ありがとうございます。ちょうど冒険者協会も手が回らない状態でして。お気になさらず。冒険者の皆さんはいつも重要な戦力になってくださっています。今の状況では一致団結しなければ。無事協力関係を結べたので、今まで集めてきたアビスの情報を後ほどお届けします。その時にまた人員の配置を確認しましょう。はい、よろしくお願いします。よう、キャサリー、また新しい依頼があったみたいだな。こんにちは。ちょうどお知らせしたいことがあったんです。エンジン様は人員を集め、ナタの各地に配置し終わりました。最近は頻繁にアビスが侵入してきていますから、今まで通り情報が入ってから行動するとなると、どうしても後手後手になってしまいます。そこでエンジン様はかがり木の民と冒険者協会の情報網を利用しようと考えられました。ナタの各地の動向が分かり次第、私たちが最新の情報を近くの駐屯地に送れば、そこにいる戦士たちが即座に動けるというわけです。はい、これで私たちもあちこち奔走せずに済んで、情報収集に集中できるようになります。お二人も最近は大変だったでしょうから、あまり気を張らずゆっくり休んでくださいね。なるほどな。よかった、やっと一息つけるぜ。わかってるって。別に今すぐ5しか寝るなんて言ってないだろ。アビスの動きは予測しにくいもので、過去には急に活発になり始めた時期もありました。人々にとってあれは突発的な天災みたいなものです。しかし災いが過ぎ去れば、きっといつもの日常を取り戻せるでしょう。そんな日が早く来るといいですね。そうか、世間の人たちはまだ八神の国がヤバいって知らないのか。あれ、旅人さんにパイモンちゃん。こんにちは。カチーナ、体調はもういいのか。うん。それに今は家でゆっくりしてる場合じゃないでしょ。私も何かしなくちゃって思って、ちょうどエンジン様が野外に駐在する選手を募集してるって聞いたから応募してきたの。うん、みんなに迷惑をかけない程度に頑張るよ。あ、そういえば白根お姉さんがね、コミーに取り掛かる準備ができたからいつでも来ていいって。ついに伝説のコミーの職人とご対面か。それにしてもコミーが作れるっていうのは本当に不思議だよな。白根お姉さんはすごい職人なんだ。コミー以外にもいっぱい面白いものが作れるんだよ。依頼人が多すぎて毎回すごく待つことになるんだけどね。でも今回は集中するために特別に時間を空けてくれたんだって。応募はできたし、もうお知らせを待つだけだから、よかったら一緒に行かない？落ちるってことはないと思うし、多分。お前は余獣者の戦争で勝った立派な戦士なんだから、もっと自信持てよな。そんな。うい、恥ずかしいよ。
ついていきます。よっ。シロネお姉さん、コメが必要な人を連れてきたよ。すっごい人なんだよ。私いっぱい学ばせてもらってるの。この人ならきっと英雄の名にふさわしいよ。そのことは聞いてるよ。すごい勢いで有名になったって。異邦人なの？おう、オイラたちは中に来た旅人だ。いや、コメが必要なのが異邦人だなんて聞いてなかったんだけど。え、エンジン様から聞いてないの？うん、新しい協力者が現れたけど、その人の身の安全を守るためには新しくコメを作らなきゃいけないとしか。コメを作るのはかなり難しいって言ってたから、うちの腕を信用してないのかと思ったんだけど難しいってそういうことね。お、怒ってる？別に、もう慣れっこだしね。ただちょっと頭を冷やしたいだけ。いつも難題ばっかふっかけてくるから毎回喧嘩ばっかなんだ。面と向かってやりとりしないのはかえって効率的かもね。あいつがいないってことは喧嘩になる可能性は根本的に排除されてる。だってあんたたち相手に怒るわけないでしょ。でも頭は分かってるけどやっぱムカつくわ。異邦人に米を作ることなんてできないって分かってるくせしてさ。え、そうだったのか。知っての通り、コメは英雄の輝かしい精神を象徴してる。受け継がれるたびにその重さも増してくもんなんだ。コメを作るっていうのは誰かの英雄的な功績を記録すること。その人はコメの最初の英雄になるってわけ。そうだよ。旅人の冒険者手帳を見せてもらったけど、何でもできるって書いてあったよ。それはナタ以外での経験でしょ。それはそうだけど。そういうのは八神の国に記録されない。そもそもたとえナタでの経験であっても異邦人のものは記録されないの。大礼に認められない記憶や経験はコメの素材にはなり得ない。どんなにすごい職人でも無から有は生み出せない。そういうこと。大礼って結構厳しいな。マービカは誰よりもそれを知ってるはずなのに、それでも米を作れって言ってきた。できっこないことを任されたってことか。はあ、怒るのも無理ないぜ。こういうこと昔もあったような。何があったかは知らないけど、知らねえお姉さんは近くの山を何十周も走ってたよね。そんな話はいいよ。今はどうやって不可能を可能にするか考えないと。もう納得しちゃうのかよ。じゃあどうすればいいっていうの。もう決まっちゃったことだし、マービカはエンジン様だよ。命令に背くわけにはいかないでしょ。そういう要望を出してきたってことは、あいつの計画ではコメが必要不可欠だってことで、うちの腕なら何とかできるって思ったわけだ。うちを信頼してる証とも言える。自分を説得しにかかってるぞ。そうだね。何か方法がないか考えよう。もしできなかったら、原人様に正直に言ってみるとか。重要なのはどうやって大礼に旅人のことを認めさせて、その功績を記録させるかってとこだよ。前に八神の国に行った時、大礼の声が聞こえたよな。ってことは大礼とは交流できるってことか。もし大礼に連絡がついたら説得したりできないのか。部族にはそれぞれ信仰する大礼がいる。連絡するってなると、どの大礼に連絡すればいいんだろうね。こんなの前代未聞だし、
一体の証人だけじゃ足りないかも。はあ、そこについてはうちもよく知らないし、わかんないよ。大霊と八神の国に詳しい人に聞いてみないとね。そっちの方向で思いつくのは、名園の主のグラスバーバー、シトラリかな。あ、名前は聞いたことあるぞ。そいつのスピリットストーンのおかげで、カチーナの古名を見つけられたんだ。あんなものが作れるくらいだから、きっとすごいやつなんだよな。力になってくれそうだぞ。でもシトラリは結構年がいってるし、変わった性格なんだよね。いつも家に閉じこもってて邪魔されたくないっぽいし、会うのはなかなか難しいと思う。それに彼女のご機嫌を取れなければ助けてもらえないかもしれないって聞いたし。それは。ん？どういうこと？一回助けてくれたんじゃないの？おかげでカチーナは助かったんじゃ。その代償としてスピリットストーンは一つから二つになったんだ。え？やってくれるよマービカ。こんなたくさんの難題をいっぺんに押し付けてくるなんて。それならマービカからの重要な命令って体で言って、シトラリがエンジン様の顔を立ててくれることを願うしかないね。手紙はうちが書くよ。手紙の内容もそうだけど、届けてくれる人も取り持ってくれるような人だったらもっといいんだけど。じゃあキイニチお兄さんに頼もう。キイニチお兄さんは状況を一番よく分かってくれてるし、シトラリおばあ様とも仲が良さそうだから。キイニチ、アハウをちゃんと閉じ込めておいてくれるといいんだけどな。うん、いい案だね。キイニチは交渉に長けてるし、いい感じに空気を読んでくれるでしょ。よし、じゃあ今すぐ呼んでくるね。手紙を書いてくるからちょっと待ってて。後で七天神像の近くで落ち合おう。おう、じゃあ適当にブラブラしとくぜ。はい、ついていきます。また会ったな。カチーナから状況は聞いた。シトラリに手紙を届けて説得してみる。ちょうどスピリットストーンの件は説明して謝らないとって思ってたしな。厄介事を任せちゃってごめんね。シトラリとの付き合い方を分かってるのはあんただけだからさ。気にしないでいい。みんなエンジン様の計画のために頑張ってるんだからな。それにナタの状況がどれほどひどいかってことはここにいる全員が知ってる。ってことはカチーナと旅人も知ってるの？うん、過去の英雄が目の前に出てくるのを見たとき、モアラニちゃんはたくさんの記憶と知識が頭の中に入ってきたって言ってた。こっちに戻ってきた後、エンジン様はみんなに八神の国の状況とか、どうして英雄が急に現れたのかについて全部説明してくれたの。そうだったよな。で、エンジンが6人の英雄の話をした時、すでに認められた4人の中にシロネンの名前があったんだ。そういうことなら腹を割って話せるね。たとえ現状が悲惨でも一緒に進んでくれる仲間がいるっていうのは心強いかも。もう一つ情報がある。あの時競技場で隊長を助けた人物についてだが、ほぼ目星がついた。名園の主の出身でオロルンってやつだ。普段は集落を離れ村外れで一人で暮らしている。だから今回の失踪についても部族の者たちはずっと気づいていなかった。シトラリが気づいた頃にはすでにかなりの期間誰とも連絡を取っていなかったらしい。シトラリもそいつを知ってるのか？
ああ、オロルンは孤児で、名園の主の族長と親切な人たちによって育てられた。だが小さい頃から変わったやつだったそうだ。変わったやつって？名園の主の人ってみんな夢とか啓示の話に夢中らしいから、傍から見ればそれだけでも十分変なやつらだけど、そんな部族の中で変わったやつって呼ばれるぐらいなら、直接会ったことはないけど、よっぽど普通じゃないんだろうね。まあ、そういう点ではオロルンとシトラリはちょっと似てるかもな。だから二人は気が合うと思う。なるほど。シトラリは引きこもりなのに、なんでオロルンが失踪したって最初に気づけたんだろうって思ってたけど。オロルンが自らの意思でファデュイに入ったのか、それとも脅迫されたのか、そこについてはまだわからない。でもシトラリは一刻も早くオロルンが裏切ったわけじゃないと証明したいはずだ。そこを切り口にする。つまりオロルンと隊長の行方を探そうって提案するの？ああ、もしみんなが協力してくれるなら、それは単純なお願いから両者が利益を得られる協力関係になる。エンジン様からの命令を断ることはないと思うが、協力関係を提示すればシトラリもオロルンのことを気に病まず、より集中できると思う。おう、スピリットストーンを出してくれたお礼もしたいしな。さすがマリポのキーニチ、筋が通ってる。じゃあ手紙は頼んだよ。2日後競技場で待ってるから。なあ、すぐに届けてくる。キーニチお兄さん、行ってらっしゃい。じゃあ私も帰るね。まだ片付けが終わってないんだ。うん、じゃあこんなとこで、また2日後ね。旅人、パイモン。残念ながらシトラリからの返事はまだないよ。ま、こんな予感はしてたけど。え、返信がないってキーニチを無視したってことか？シトラリって結構尊大なやつなんだな。シトラリは一筋縄ではいかない変わった性格をしてるんだ。
名園の主の人も付き合いにくいって言ってる。返信がないのは他の理由かもね。聖火競技場に行って待ってみよう。会えれば話せるかもしれないし。それもそうか。じゃあ行こうぜ。次の仕事は誰もいないぞ。シトラリのやつ、まさか本当にオイラたちを相手にしない気か。よく考えられた提案だと思ったけど、確かにシトラリには答える義務もないしね。だってこれはエンジンの命令なんだぞ。そいつだってエンジンの民なんだろ。民？うちからすればみんなは仲間同士みたいな感じだって思うけどね。マービカは確かにリーダーだけど、そこに越えられない身分の壁があるってわけじゃない。ただ要望を出すときはいつもすんごい期待をかけてくるけど。エンジンは強いのにあんまり尊大なイメージもないし、優しいやつだけど、でもそのグラスバーバってやつは偉いからって人を無視するなんてさすがにひどすぎるぞ。みんなすごいすごいって言うけど結局返信もしてくれなかったんだぞ。来ないなら来ないって言ってくれよ。おいらはそんな年寄りには絶対なりたくないぞ。へえ、そんな風に思ってるのね。うわあ、誰だ。急に耳元で喋るなよ。年寄りのおばあちゃんなんだから、耳元で囁くのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの。シトラリ？お前がシトラリか？お前ってグラスバーバじゃないのか？グラスバーバって重要なのは黒曜石であって老婆じゃないの。小説でもよくあるでしょ。見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか、子供の体をした魔法使いとか。何その顔。こんなおばあちゃんは見たことない。別に若作りじゃないのよ。ほら、厚化粧もしてないでしょ。あー、言い忘れてたかも。シトラリは若いけど、ばあちゃんなんだ。忘れてただけだし、みんなとっくに受け入れてるからさ。失礼だけどさ、いくつなんだ。まあ、レディーに歳を聞くなんて本当に失礼ね。悪かったぞ。あまりにも変わってるからさ、謝りたかったのに話せば話すほど混乱して。おいらお前がもう来てくれないと思ってつい頭に来ちゃったんだ。シトラリ、呼んだのはうちだから、責めるならこの子たちじゃなくうちを責めなよ。はあ、もういいって。そんな真面目な空気にされたら逆にいたたまれなくなっちゃう。さっきの言葉は気にしないで。キーニチが届けてくれた手紙を読んだ時点で来るって決めてたの。でもそう決めたならわざわざ分かったって返信する必要もないでしょ。直接来ればいいわけで。でも出かける前にちょっとしたトラブルに遭っちゃって。よくあることでしょ。で、
ようやくついてみたら、みんな私より早く来てるし、気まずくて出るに出られなくなっちゃったの。さりげなく登場しようと思ったけど、みんなはもう話し始めてるし、どのタイミングで謝ればいいかわからなくて。しかもよくよく聞けば私の悪口を言ってるじゃない。どうしようかと思っちゃった。ふっ、とにかくそういうこと。グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。ばあちゃん、なんでそんな顔するんだ。さっきのが気まずかった反応かよ。名園の主の人が言ってた付き合いにくいってこういうこと？なんか人付き合いが下手っぽいっていうか、挙動不審すぎでしょ。ふっ、とにかく本題に戻りましょう。シロネ、コメを作るのに私の手助けが必要なんですって。うん、今回はかなり特殊な状況なんだ。実は、なるほど、マービカ様は外の人の米を作ってほしいって言ってきたわけ。前代未聞ね。そういえば君たち、オロルンのことはもう聞いているのよね。幼い頃からおとなしい子だったから、ファデュエに入ったなんてありえない。きっと脅されたのよ。オイラたちはまさにそのために来たんだぞ。オロルンを見つけてやるから、コメイの問題を解決してくれないか。君、旅人でいいかしら。こっちに来てちょうだい。顔をちゃんと見せて。人々は富のために争いをやめないけれど、君は黄金を超えた。人々は雷帝と怒涛を恐れたけれど、君は海を渡った。自由を求める疲れた魂よ。最も鮮やかな色彩を持つ緑の葉っぱも君の安らぎを願っている。君から見たものよ。君はみんなが思ってる以上にたくさんのことを経験してきたのね。そして誠実な英雄の心を持って炎と共に暗い夜に入る勇気がある人。あ、動かないで。何かいるわ。なんだよ。おいらを脅かさないでくれ。大丈夫か。散りなさい。はい、八神の国から帰ってきた君の体には魂の残留物がついてたわ。もう払ってあげたけど。ふえー、幽霊をちょっと連れて帰ってきちゃったってことか。そこまでひどいわけじゃないけど、放っておくと精神が不安定になったり気分が悪くなったりするだけ。ふーん、払ってもらえてよかったね。お安い御用よ。シロネ、君たちの計画に乗るわ。オロルンを見つけてくれたら八神に会わせてあげる。八神？え、大霊にじゃないのか。これほど重要なこと、部族の大霊には決められないもの。異邦人に米を作れるかどうか決められるのは八神だけ。八神は八神の国を管理する古の生命体で、常に聖火の力を借りてアビスの侵食と戦ってるの。なるほど。簡単に言うと大霊よりもすごいってことだよな。
まあそりゃそうか、矢神の国っていうぐらいだもんな。それはちょっと違う。誰がよりすごいとかって話じゃないのよ。まあ詳しく説明するには複雑すぎるからはしょらせてもらうけど、話を戻すけど、矢神が深い眠りについた今、矢神の意識とつながる方法は脱魂しかない。簡単に言うと夢を見ることね。脱魂のような儀式を行うにはいくつか用意しないといけないものがあるの。リストにまとめるから準備してくれる？じゃあうちが行くよ。いろいろいりそうだし、地元の人間の方が土地勘あっていいっしょ。よし、じゃあオイラたちはストラリと一緒にオロルンを探しに行こうぜ。相手はファデュイなんだし、くれぐれも気をつけてね。助けが必要になったらいつでもうちを呼んで。うん、無理はしないぞ。こっちはあの悪ガキを探さないとね。今日は遅刻しちゃってごめんね。実は来る前にオロルンの拠点に行って手がかりを探してたの。あの子は一人で暮らしてるんだけど、拠点にある壺が壊れてたの。あの子が飼ってるネンソミツムシの調子もおかしくて、多分ずっと誰も世話してなかったんでしょうね。部屋の中には刃物を使った跡もあったけど、ナダの武器じゃなかった。あれはスネージナヤ人のものじゃないかしら。誰かが部屋に入ってオロルンを誘拐したってことか。でも野外でミツムシを飼ってるだけの子を誰がわざわざ誘拐したっていうの？20代そこそこのあの子をさらってどうするのよ。別にオロルンに火がないって言ってるわけじゃないのよ。でもナタには人が大勢いるのに、どうしてあの子がさらわれたのかしら。まあとにかく早くあの子を連れ戻して聞いてみないことにはね。ぶしつけなお願いをして本当にごめんね。でもオロルンを探すには君たちの手助けが必要なの。オイラたちに任せてくれ。ええ、まずはオロルンが最後に目撃されたところに行ってみましょう。ここよ。目撃者の話によると、オロルンはここでファデュイの兵士と話してたんですって。どこまで信じてくれるかわからないけど、オロルンはいい子なのよ。ファデュイと関わるようなことするはずないの。きっとファデュイに脅されてたか、情報を聞き出されてたところを目撃されちゃったのよ。でも争った形跡もないし、きっと信じてもらえないでしょうね。はあ、こいつナタでは人望があるってケイニチが言ってたよな。こんな風に思い悩む一面もあるんだな。オロルン、あの子は道端に捨てられてたのよ。部族の人たちがあの子を拾ってきて、みんなで一緒に育てたの。名園の主でいろんなことを勉強して、大きくなってからは一人で離れて暮らすようになったわ。野菜を栽培したり、ネンソミツムシを飼育したりして、自給自足で生きてるの。
はあ、友達づてにいつも野菜を送り届けてくれるんだから本当にいい子なのよ。まあいいわ、とにかく探しましょう。人を見つければ手がかりも手に入るはずよ。オロルンはミツムシを飼ってるけど、あの子たちは刺激を受けると特殊な粘素を分泌するの。その痕跡を追えばオロルンを見つけられるかもしれない。痕跡をたどってみましょう。え、痕跡ってどこにあるんだ？オイラには見えないぞ。ああ、そっか、君たちの目はそういうものに敏感じゃないのね。さあ、手を出して。で、私の感覚を一時的に分け与えたの。しばらくの間、君たちにも粘素が見えるようになるわ。そんなのって誰かに与えられるものなのか？初めて聞いたぞ。珍しい不術で普通の人には使えないけど、私はよく使ってるから心配しないで。おちびちゃんの感知力は弱めだけど、旅人はちょっと強いのね。さっき君の手を握ってみたけど、君は粘素との相性が良さそうよ。才能があるって言えばいいのかしら。とにかく次はオロルンの行方を探してみましょう。二人とも頑張ってちょうだい。こっちだ。この方向で合ってそうだぞ。ひひ、シトラリはわけのわからないことばっかり言うけど、やっぱりすごいんだな。なんですって？褒めて言うんだぞ。すごいってな。よっ、次の仕事は？はあ、わけのわからないことって何よ。わかりやすいように説明してるつもりだけど、年はいってても頑張ってナウい言葉を使ってるのよ。え、もしかして流行りの言葉じゃなかったの？今時の若者が好むような話し方を心がけてたのに。でもさっきのこの子たちの表情から見ると、まさか私って全然時代についていけてないの？え？この声はシトラリか？そういえば今回は手伝ってもらえてよかった。みんなと一緒に動いた方がいい時だってあるものね。
何その目。自信満々ね。なんだかうまくいきそうな気がするわ。としての経験から見た感じじゃやっぱり誰かここに留まってたみたいだな。ちょっと待って、ここの粘素ちょっとおかしい。見てみましょう。は、何かのマークみたいだな。すごく小さいけど、これは名園の主の人が使う助けを求めるサインなの。わかるのは私たち部族のものだけ。あの子やっぱり脅されてたのよ。早く見つけないと。こんなに小さいマーク気づかれないようにしたのね。やっぱりファデューに監禁されてるに違いないわ。正面からぶつかることになるなら全力で戦う。でももしオロルンもそこにいたらどうしましょう。あの子は可愛い孫みたいなものなんだもの。巻き込めない。ああダメね、落ち着かなきゃ。次の仕事はついていきます。の痕跡が複雑になってきてるわ。匂いが入り混じってる。炎、雷、それから他の元素も。キーニチはお前のことすごいやつだって言ってたぞ。何か分かったのか。キーニチったらやっと素直に褒めてくれたのね。争った形跡よ。現場の痕跡から見るとおそらくここで戦いがあったんでしょうね。でもその後粘素も元素の匂いも別々の方向へと消えていった。オロルンは助けを求めるサインを残してたんだよな。あ、もしかしたらここでもサインを残そうとしてファデュイにバレちゃったんじゃないか。別々の方向に向かったのなら私たちも二手に分かれましょう。私はこっちに進むからそっちをお願い。また後で合流しましょう。ホロル、一体何してるの。私だけじゃなくてみんなに心配をかけるなんて本当いけない子ね。あいつ言っちゃったぞ。旅人、お前も聞こえてたよな。シトラリがいなくなったら声も消えた。心の中であいつの名前を呼んでみたけど何の反応もなかったぞ。な、オイラもてっきり会話できるのかと思ったんだけど、
こっちにはあいつの心の声が聞こえて、向こうもオイラたちの心の声が聞こえるってな。この浮術はよく使ってるって言ってたし、過去に失敗したこともなさそうだけどな。もしかしたらオイラたちが特殊だから副作用みたいなのが出てきちゃったのか。あいつの心の声賑やかだよな。思ってたのと全然違うぞ。ついていきますよっ。ついていきます。はい。次の仕事は。ここには手がかりがないみたい。他の場所に行ってみましょうか。属性をミオラさん。こっちにも痕跡があるぞ。進んでみようぜ。何をすればいい？手がかりが見つかったのか？え？オーロルンがどっちに向かったのか、もうわからないってことか？急に何もなくなった。足跡とかも全然ないぞ。おかしいな。生身の人間が急に消えるわけないし、ファルイもいたはずなのに。まさか空を飛んでいったわけじゃないよな。どうやら君には地下からの風の音が聞こえるようだな。悪いが、動かないでくれ。傷つけたくないんだ。危険を察知した瞬間、体が固まった。まるで野生動物のようだな。初対面がこんな形になって、本当にすまない。君は戦いが得意だから、
他の場所であれば僕はなすすべもなかっただろう。しかし君は今名園の主の者たちがよく知っている領域、八神の国にいる。こんにちは旅人、僕が君の探しているオロルンだ。ああ、脱出。やはりそう思っていたか。ばあちゃんもきっとファデュイに脅されていると言ったんだろう。煙に包まれた偽りのサインを見た君は嘘を追ってここに来た。あの痕跡は君をここまで誘導するためのものだ。だが騙したのは本意じゃない。これは君ともう一人の友人を会わせるための一番手っ取り早い方法だったんだ。来たな、異教の旅人。丁重に対応してくれ。旅人の魂はこちらの制御下にあるが、かなり脆くなっている。慎重に扱わないと。お前を誘い出すためにオロルンには罠を仕掛けてもらった。そして名園の主の儀式でお前の魂を八神の国に連れてきたのだ。同僚が世話になったそうだな。お前のことはいろいろと耳にしている。こんな状況だが、俺はこの先お前と正式に話をしたいと思っている。その時になれば、こんなことをした理由とマービカを疑う理由を説明しよう。とにかく当たり前のように奴の計画に乗るべきではない。詳しく知りたければ競技場の東を探すがいい。これ以上トラブルを起こすのは本意ではない。誰にも知られずに来てくれ。現実世界でもいずれ会うことになるだろう。その時はどうか話を合わせてくれ。ばあちゃんを巻き込まないために。ねえ、なんで座り込んでるの？本当に大丈夫？シトナリ、こいつぼーっとしてると思ったら急に倒れちゃったんだ。まさか八神の国から持ってきちゃった残留物と関係してる？どこか具合の悪いところはない？ゆっくり休んでなさい。慌てなくていいから。具合が悪いって知ってたら無理してお願いしなかったのに。
なら言ってくれよ。何かに取り憑かれてるのかもしれないし。シトナリがいるからまた見てもらえるぞ。いつも旅をしてるなら無理は禁物ってわかるはずよね。何か頼みがあれば遠慮なく言って。とにかくもう少し休んだ方がいいわ。はあ、ほんと不用心な子なんだから。楽になったか？じゃあ次の準備をしましょう。さっき年祖の痕跡をたどってある拠点にたどり着いたんだけど、周りに兵士がいたの。オロルンが中にいる可能性が高いわ。それってこの近くか？早速行こうぜ。君は私の助っ人で、私たちは風と雲みたいな関係よ。君の調子が悪いと私もうまく動けないの。お詫びなんていいからしっかり働いてちょうだい。誰かいるみたいだぞ。オロルンよ。やっぱりファデューに捕まってたのね。ぼーっとしてんだ。仕事は終わったのか？太陽がない。なんだと？太陽がないときは真実が見えない。君が日差しを遮ってるんだ。ちょっとどいてくれ。あ、何意味不明なこと言ってやがんだ。絶対に懲らしめてあげるから。シトラリのやつ、必死で怒ってないふりをしてるみたいだ。ふん、準備はいい？目に物見せてやるわよ。3、2、1。まだ抵抗する気？君、空気が読めないのね。天道万象。捕まえた。天へと前。せっやった。岩山八九。浄化せよ。属性を見下ろす。身の程を知れ。渦よ。炉の芽が出るかしら。剣女盤石天道、ここにある。風よ。フッ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 フ
激流に飲まれろ。ザコだ。時間か。捕まえた。行け。死の静寂。オラルン。ばあちゃん。シトラリがグラスバーバだってことは知ってるけど、実際にばあちゃんって呼ばれるのってやっぱり違和感があるよな。こんにちは、じいちゃん。なんだって？じいちゃんだ。違うのか？君はばあちゃんの友人で同世代みたいだからじいちゃんだろ。そんな理屈じゃないって何度も言ってるでしょ。ばあちゃんと同じ世代の人はたくさんいるけど、見かけるたびにばあちゃんやじいちゃんなんて呼んじゃダメよ。待てよ、こいつまさか子供なのか。こんな顔してるけど実はまだ10歳もいってなかったりして。その言葉はトゲのあるつる草のように深く刺さるな。ピンセットを使わないと取り出せないぐらいに。傷ついてないでオイラの質問に答えろよ。僕は大人だ。でも感謝の心を忘れないようにとばあちゃんに言われているんだ。名園の主のみんなには育ててもらった恩がある。みんな僕の家族だ。年下で若造の下っ端ってことだな。オラルン、そんな話をすれば叱られないとでも思ったの？三つのものには気をつけるようにって小さい頃からずっと言ってるでしょ。ああ、獣、詐欺師、どこの馬の骨とも知れない人。ちゃんと覚えてるのにどうして守れないの？一人暮らしの時点でトラブルに遭う確率はただでさえ高いのよ。なのによりによってこんな大きなトラブルに巻き込まれるなんて。捕まっちゃったらもう誰かに助けてもらうしかないのよ。私たちが駆けつけてこなかったら死んでたかもしれないのに。ごめんばあちゃん、次から気をつけるよ。次ですって？こんな危ないこと次なんてあってたまるもんですか。怪我させられたりしてない？いや、ナタの地形についていろいろと聞かれて地脈の分布図を書くよう言われただけだ。正直に答えてちょうだい。エンジン様の前から隊長を逃がした謎の人物はオロルンなのね。ああ。どうしてそんなことしたのよ。それは僕の協力が必要だと言われた。もし断ったらばあちゃんを探し出して何らかの方法で痛めつけてやるとも。ふん、ばあちゃんはただものじゃないの。そんなことできるわけないでしょ。この子は本当にもう。そんなデタラメを信じるなんて、その頭に詰まってるのはただの飾り。幸い、エンジン様は名園の主の謎の人物を探せとしか言ってなくて、君の名前は出てない。でも、だからってエンジン様が何にも知らないだなんて思わないで。たとえ予想していた真実が訪れようとも、慌てる必要はない。教えた言葉、忘れちゃったの？ごめん。もういいわ。倒したファデュイと拠点の状況が証拠になるから、これで君の無実は証明できるでしょう。さあ片付けて帰りましょう。オラルン、今回のことを教訓にしてちゃんと反省するのよ。それから町に戻ったら私と一緒に談議室行きよ。事の経緯を説明するの。
分かった。野菜を持っていこうか。野菜？ああ、野菜をたくさん育ててるんだ。新鮮だぞ。変人様、お嫌いなものがないといいんだが。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。変人様に会ったらまずはこういうの。三つのものには気をつける。違うでしょ。まずはファデュイと結託なんかしてないって弁明するの。名言の主の教育は一体どうなってるんだよ。わかった。花と酒を手に景色を堪能しようとした。なるほど、オロルンが隊長を逃がしたのはファデュイがシトラリさんに害をなさないようにするためだったと。ああ、すまなかった。一族のものを守るためだったってことに免じて許してくださるようエンジン様を説得してくれないかしら。情報を整理してエンジン様に報告する。結果が出たらすぐに知らせよう。ここで待たなければならないのか。本当はそうなんだが、シトラリさんが保証人になってくれるのなら自由に行動していい。いいわ、別の用事もあるし、ここで時間を無駄にするわけにはいかないの。協力に感謝する。オロルンさん、知らせが届き次第なるべく早く談議室に来てくれ。わかった、ありがとう。ばあちゃんもありがとう。ふう、これで逃げ隠れする必要はなくなったな。旅人バイモン、今回は本当ありがとう。恩に着る。オロルンのことが落ち着いたらシロネのところに行きましょう。一緒に米を作らないと。おう、ありがとな。面倒だなんて助け合うのは当たり前のことでしょ。じゃあまたね。朗報を待っててちょうだい。オロルン、ついてきて。泊まる場所を探さないと。さようなら、じいちゃん。お前の判断を信じるから、お前が行きたいって。
って言うなら一緒に行くぜ。約束の時間まであと1日か。時間になったら約束の場所であいつらを探そう。